の守備というものを重んじた作戦ですね。はい、さあ佐々木から水沼へ一回戻します。そして水沼、そして右から行きますがシュート打った、入りました。6番堀池、6番の堀池がシュート入りました。前半シュート最後決めたの、ここですね、見てみましょう。これ水沼君からね、はい、今日堀池君がですね、今までの森君に代わって右のバックでやってる、はい、オーバーラップしてですね、フォワードの仕事から得点ですね。なるほどね、非常にいい得点ですね。そうですね、今日はどこへ上げますか。ゴール前に2人、そして遠くから1人、さらにその遠くから3人います。ヘディングは入ったか、入りました、よし、日本が入りました。ヘディングシュート、17番の前田君ですね。前半やっとこのワールドカップ予選でエースストライカーと言われていた前田が点を取りました。今のシーンです。またいいキックしましたね、水沼も。いいキックしました。中川の非常にね、広範囲な組み立てとのようやってくれてますよね。水沼、長谷川です。フリーキックを得た日本。さあゴール前、キーパー行ったか、あ、まだ入らないか、入った、入りました。キーパーがパンチしまして、これは触ったかどうか、触ったような気もしましたがね。水沼が佐々木を走らせます。そして中央には吉田がいますが、長谷川トラップしてシュート入った。長谷川胸でトラップして右足のシュート。前半の23分4点目が入りました。日本佐々木君がオーバーラップして、ここですね、10番、はいはい、このセンタリングが良かったですね。それで長谷川君がフリーですね、はい、まあ、非常にいい攻めです。フリーでボール持てました。ところが今のようにほとんどですね、厳しいマークを受けてプレーができてませんね。なるほどね、佐々木頑張る。セントリングゴール前入った。黒崎に触ったか、黒崎ですね、黒崎に触ったか、長身ゴールを終わりました。後半に天地が宙に舞いました。ここの佐々木が頑張りましたね。よく頑張りましたね。でいいセンタリングでした、はい、この後ろ、キーパーが遥かにね、高いですね。